皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのぐっちです。今回も卓球チーム部の方よろしくお願いします。本日のテーマはこちらです。一撃必殺の回り込みドライブを皆さんに紹介します。これはツッツキ打ちの回り込みの一発ドンっていう回り込みのドライブですね。今日は皆さんにこのバックサイドの回り込みが皆さん速くなる動き方、そして切れたツッツキも一発ドンで関係なく一発ドライブで強打でぶち抜くことができるという非常におすすめのやり方を皆さんに紹介します。まず一つ目はサーブの後の戻りを意識してください。まずこの回り込み、一発ドライブの回り込みを速くするためにはサーブを出してすぐ戻る、サーブを出してすぐニュートラル、フォアにも来るバックにも来るっていう状態をこう待つ、こういうサーブの後の戻りが速ければ速いほど回り込みは速くなります。なので意外と知られてないんですけど、サーブの後の戻りを速くする、これは実は回り込みがかなり速くなる秘訣ですね。そして二つ目は今度は実際回り込みのこの瞬間的なこの速さの秘密なんですけど、トップ選手がよくやっているやり方で、私自身も高校で非常に教えられたのが、左のお尻を瞬時に回すようにすると自然とドライブのスペースを早く作ることができるんです。このサーブ出してバックに続き来た、その瞬間回り込み一発ドライブするときに、ここですね、左のお尻を瞬時に回す、この瞬時の回しが早いとここに空間できる、ここに空間できる、この一歩のお尻の回しの速さが回り込みを速くする秘訣なんです。ドンドンっていう感じですね。これ3つ目です。3つ目は今度は足の感覚なんですけど、足は床を蹴るようにするとより速く回れます。先ほど左のお尻を回すようにした、その時に ついでに足も方も床を蹴るような感じでクッとやると、こうやって空間を作る、同じようにクッとドライブのスペースを最高にこう体ためた状態で作ることができます。なので床を蹴る、まあこれ感覚なんですけどね、床をこうトン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 って歩く人はドライブ打てないです。ちゃんとしたドライブ打てないですね。間に合いません。切れたツッツキが来た時、切れたツッツキもちゃんと一発ドンできるように床を蹴る、両足で瞬時に床を蹴るですね。なのでそうするとよりこう空間が、さっきの左のお尻を回しながら床を蹴る、そうするともう最高のゴーンっていうフォアドライブの一撃ができますね。もう余裕のスペースを作ることができますね。そして4つ目は今度は低い姿勢を維持してください。もうこれ回り込みの時に実はですね、まあ大事なのは意外とこの姿勢が低いことが大事なんですよね。もう回り込みの上手い人、フォアドライブ上手い人って皆さん打つ瞬間ってやっぱ姿勢低いですよね。でやっぱこう姿勢が低いとドライブをかけやすくします。これ姿勢高い、状態高いとこれだとこう回り込んで打つ時、上からラケットが出ちゃってミートみたいになっちゃって弾いちゃうんですよね。なので下回転だと弾いたら落ちちゃいますよね。なのでそうじゃなくて姿勢が高いと突き切れた突き落ちは上がりません。なのでこう瞬時に左足を回した瞬間、床を蹴った瞬間に姿勢を低くする、このぐらいですね。低くすると
ボールもこう勝手にスイングがこう持ち上げこすり系スイングに変わりますので、あまりそこまで意識しなくても、あの皆さんその打ち方こうラケットの面とかスイング方向とか考えてるとは思うんですけど、実はこう案外こう姿勢を低くしながらやれば自然と摩擦スピンをこう生ませることができるんですよね。なのでお尻を回す結構便利なんですよね。お尻を回すようにすると姿勢が勝手に低くなってくれます。今度5つ目は今度はこのドライブをこう回り込んで打った時に打点なんですけど、打点は早いタイミングを捉えるというのが大事です。あのやはりこれはもう一発ドンなんで、引きつけてゆっくりループしちゃったらあの一発ドンの威力になりませんので、おすすめはあの感覚的にはこのお尻をこう回り込む瞬間のお尻を回す反動でドーンっていうスピードドライブを打てばいいと思います。あのお尻をこう回した勢いを利用するんですよね。回した勢いでドン。実は飛び込み、こっちフォアサイドの突っつき打ちよりも回り込みの方が威力が出る方ってやっぱりいますよね。なんでこっちの方がバック側なのにフォア、こっちのフォアの突っつき打ちよりバックの方が威力が出やすいかと言いますと、皆さんうまくこっちバック側で威力が出てる方はこのお尻の反動を、回った反動をうまく利用してるんですよね。非常にこうエネルギー効率のいいお尻のパワーを使いながら一発、はい、勝手に速いドライブ。だから皆さんもドライブの威力突っつき打ちで出せなかったとしても、お尻のパワーを使って左お尻を回すパワーを使ってボーネバディにすればボーンとびっくりするスピードドライブがこう一発でこう突っつき打ちでドカーンって出るんですよね。ということで以上5つの回り込みを速くするポイント、そして回り込みの威力を出す、回り込みのドライブを切れた突きもちゃんと上げる方法を皆さんに紹介させてもらいました。よかったらやってみてください。ありがとうございました。だからお尻を回すと自然と低くなる、なので低くなった状態でもう勝手にこう擦りドライブになってくれますので、なのでもう一石二鳥なんですよね。お尻を回すっていうのは瞬時にこう回り込みが速くなってドライブ そのスペースを作ることができるだけでなく、姿勢を低くすることによってドライブの回転量も生ませるといった、だから左の後ろ回ってかなり便利なんですよね。お尻を回す反動で速い打点でドライブを振れば勝手に威力が出てしまうといった、なので皆さん今回 あの回り込みの必殺ドライブ実験中なんですけどやってみてください。非常にパワーの出る、そして回り込みが速くなるやり方です。ありがとうございました。